藤谷、小田、小川がスタメンだった前節の神戸です。一方の広島は今日このゲームにアカデミー出身プレーヤー5人スタメンです。川辺、茶島、東、荒木。広島対神戸第23節です。今前半の45分がスタートしました。まずはイニエスタから左の酒井豪徳、多くのタスクをこなす山口蛍です。ドグラスがいった、これは触った、お枠の外、ドグラスのプレスバック奪いました。酒井豪徳高い位置で奪って、神戸狭いエリアを使ってきた。ドグラスの左足、強烈なシュートは正面でした。林キャッチ、ボックス内に侵入してペレイラ持ってクロスを選択、茶島のヘディング、イークラナイスセーブがありました。ペレイラのクロス、茶島近いところに、茶島助走を取って中央に入ったボール、佐々木、森島のコーナー、佐々木のヘディングで先手を取ったのはサンフレッチェ広島です。ドンプシャ、神戸がねゾーンで守ってますから、しっかりとこうポイントに入ってきましたし、まあ、そこに、ね、しっかりと、まあ、精度の高いボール入ってきましたからね。右からのコーナー、森島ゴールから離れるボール、ドンピシャで合わせた佐々木翔、まあ、飯倉もねしっかりと手には当てたんですけどね、ドーグラス、ペレイラ奪った、うん、ペレイラ奪って右から出るエゼキエウ、ペレイラ運んだ、ペレイラ左足、ペレイラ左足で突き刺しました、レアンドロ・ペレイラ、高い位置で奪ってショートカウンター発動、サンフレッチェ広島2点目です。まあいい時間帯取れましたよね、まあ、ここでねしっかりとエゼキエウがねボールを奪って、まあ、3対2の局面でしたし、まあ、パスのね選択肢もある中で、まあ、自分でね持ってきましたよね、まあ、最後のねシュートも正確に、はい、まあ、少しね真正面になりましたけどね、から行って左足を振りました。2対0です。エゼキエウ、森島、まあ、2つの選択肢あった中でストライカー自ら行きました。ここで前半終了の笛です。ドロペレイラです。今シーズン10ゴール目、2桁となりました。さて後半のスタート、ボランチの川辺から最終ラインの野上に落として、野上、右の茶島切り返した、茶島切り返して野上が来た、野上だ、野上はパスをペレイラ、狭いところを通しました。野上のパスにペレイラ決定機でした。まあここねうまく、まあ、スペースにね出しましたね、3列目から出てきた川辺、その後ろに茶島もいます、うん、川辺受けて茶島右、川辺運んで、川辺右足だ、自ら行きました、茶島、ペレイラ分厚い攻撃を見せたサンフレッチェ広島、中に入れたい神戸、中間ポジション古橋、ドグラス、ダンクレー来た、ダンクレーだ、うん、ダンクレーの右足、センターバックダンクレー1点返しました。神戸、まあ少しね空いたスペース、まあ、スペースが、ね、なかったですからね、後ろからしっかりとオーバーラップをかけましたしね、まあ、佐々木の、ね、背中に当たりましたけど、まあ、枠には、ね、飛ばしてましたから、まあ、いい判断でしょうね。ナイスタッチから強烈運んだ森島、一人で行った森島、森島行った、まだ行った、森島引きつけてペレイラだ、こぼれて浅野だ、浅野の左足、ナイスキーパーイークラ、カガメだ、波状攻撃広島、古橋受けて山口のサイドチェンジ、中は枚数十分、さてどこで入れるか、クロスボール、ゴールへ向かうボール、フリック、藤本コースを変えて面白いプレーでした。落ち着いてるがここはゴールロストになった。さあスペースのあるところ、ね、古橋だ、古橋どうする、古橋のクロスボール、うん、わーっとこれはクロスバー、回る
か。まあ、ここもね、まあ、フリーでまあクロス上げられましたし、最後ね。さあ、目安の5分は経過しています。ここで試合終了の笛です。サンフレッチェ広島対ヴィッセル神戸。